どうもお疲れ様です。田舎の都会に行くとメニューは角刈りだけ。そんなことってありませんかそっかちがの久保です。まあでもね、こうやってスッキリすると黒々と髪も染まりますしね。まあ、それからなんかね、こうリフレッシュした気持ちになりますね。で新しいことやってみようかなっていうふうな、そんな思いにも変られます。まあだからね、あの、Facebook は話題級に変わりますけども、これほどまでに圧倒的な メディアはあるだろうかと思ったんですがやっぱね SNS 疲れじゃないけどもでもだんだん新鮮さって失われていくんですよねで発信する方がいくら思いを込めても使う方がだんだん飽きてくるんですよそれは発信する方があらとか親とかまあっていう驚きをやっぱりね打ち込まないといけないのかな要するに人の感情を動かしていくエモーショナルにしていくとまあ例えばね 私の場合はよく使う手なんですけども、まあ、私ね奥さんとの,あの年の瀬恋愛の末結婚して今に至るんですけどもあの表現の仕方としては俺30嫁小学6年生みたいなね、まあ、こんな年齢差なんですよでも現実私が30歳の時に、まあ、奥さん彼女はね12歳になったわけですから小学校6年生でしょだからこういうふうな切り込み方でほんと言って興味を引くみたいなね そんな方法まあそれがキャッチコピーだったりでキャッチコピーだったりサムネイルですよね YouTube のサムネイルってまさにおじさんと小学生みたいな組み合わせでボーンとやるとねちょっとンビな雰囲気を醸し出しておいおいっていうふうな感じで、ね、反感を買ったりとかそれから羨ましいなと思ってもらったりとかねまあ感情を動かせると思うんですよまあそういったエモーショナルなことにどん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 こうねあのー、メールマガジンっていうのも文字で切り込んでいくわけですからやっぱり文字のこの威力っていうのをね 活用していかなくちゃいけないかなっていうところもありますし結局はね私今ねあの学び直しってあるじゃないですかリスキリングってやつこれをね私よくよく考えて今今日もまとめたんですけどもあの10代の頃に学んだことっていうのはせいぜい40歳ぐらいまでに通用することなんですよあとは20代30代で社会に出ながら新しいことを学んだりとか順応していくもので構築されてるわけだって大きく分けると50代で学ぶことっていうのは60代以降の これからだんだんだんいろんなものが閉じていきますよっていう時に最後まで使えるようなものは何だろうかとか最後まで自分が楽しめるものは何だろうかで最後はねもしかしたら寝たきりになるかもしれない寝たきりになったら人生終わりだじゃなくて寝たきりになってからが人生始まるじゃないかって思えるような人生のね作り方ってのを50代だったらまだまだ間に合うかなと思いますんでそういう意味でリスキリング今50代で学ぶことってのは60代から 最後死ぬ時まで使えるものをね、これから使っていかないといけないなと。で、多くの人が間違うのは50代に入ってね、今までの人生の経験や実績を使おうとするってところなんですよ。もちろん全く使うなってわけじゃないですけども、やっぱりね、学生の頃にラグビーで俺は優勝したんだってものは使えないじゃないですか、やっぱり。厳しいと思いますよ。だからやっぱりリ,リスキリングっていうんですか、学び直しっていうことで、これから未経験のことをやっていこうぜっていうふうに考えることができると思うんですよ。 で、ここにはね、実はね、経験がないからこそ有利なこと、実績がないからこそ有利なことっていうのがあるんですよね。いや、その発想の転換を私はマージャン店から、このネットビジネスで YouTube までやってるっていうね、この今の自分の立場で何度も何度も気づくことがあったんですよ。まあ、というのが、マージャン店をやりながら30代を過ごしていて、赤字マージャン店で経営のセンスもない。だけども、ネットビジネス情報発信することによって全部を逆転できましたよと。 で、資産的にもそうだし、自由度もそうだし、人脈とかもそうだし、あらゆるものがね、自分の思い通りになった。それは過去のものを使わなかったからだよってことなんですよ。新しい世界に飛び込んで、新しいものだけで構築したんですよね。そうすると、40過ぎて学んだことが、40代以降の人生に使えるよってことなんですよ。で、もっと言ったら、40になるまでのものってのは、ほとんどが使えてないんですよね。うん。だからそういうふうに、 あの連続した人生よりも不連続への挑戦をしなくちゃいけないのかなっていうふうに今思ってるんですよねさあそれでね実績や経験がなくてどういったものが有利なのかそしてその有利を使うってどういうことなのかっていうと例えば今私はねキックボクシングを始めてるんですよだんだんキックボクシングの体型にもなってきたし精神にもなってきたわけですよねでも私は去年の今頃そんなことをやるなんて思ってもなかったんですよあと数ヶ月したら10月1日私は試合にも出るんですよそしたらねオンライン格闘技ジムで 一回もジムに行ってないのに、自主トレと YouTube の教育だけで、リングに立った、公式のリングに立った、多分初めての人間になるんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ、そんな私がね、10年後、まだ格闘技をやってる年ですよ。60歳ぐらいですよ。ね。そしたら、50代の人がやってくるわけですよ。いや、久保さんはそうやってキックボクシングずっとやってるから、わかるでしょうけども、私たちはね、全然やったことがないんですよ。だから、無理ですよ、って言われた時に、 いや、私も50過ぎてから始めたんですよ。経験まだ10年ですよっていうふうに60歳ぐらいの時言うんですよね。そしたら多分、ええー、とかになるでしょ。そしたら、50代から始めて60代でそういうふうな私みたいになった、私から学びたいと思わせんかっていうふうなセールスが効くんですよね。でも逆に20代とか30代からずっと格闘技をやっていてね、そういう人が50とか60になって格闘技を今でも教えてますっていう人に、ある初心者の方が教わろうとした時に、 こういうふうにやったらいいんですよってねトレーナーが教えていやなかなかできないですよ運動経験僕ないんでとか言われた時に頑張ってくださいようになるじゃないですかその時にいや先生はね20代30代の時からずーっとやってたから今でも体動くの分かりますよ僕は去年まで何だったら最近まで運動らしい運動したことなかったんですよって言ってそこで終わりですよねでも私の場合信頼関係は作れるんですよいや私もね50過ぎてから始めたんですよそれまでは多分なるカンフーの映画のファンですよ ただだそれだけですよせいぜいあの和室の天井から下がってくる電気をこうやってつけたり消したりするひもがあるでしょあそこにこうやってシャードボクシングの真似事やってる程度ですよっ,ったらあそうなんですか50過ぎてもできるんだねっていうふうに思わせることができるのかなと思うんですよそれがだからマージャン店からネットビジネスに入っていまだに君臨してるね私のこの経験や知識がない頃こ,こそ有利みたいなねむしろ経験や知識があった人が今どうなってるんですかっていうことを考えた時に そそうそう、過去はそんなにね関係ないんだろうなっていうふうなそんなねあの背中が見せられるんじゃないかなと思ってるんですよ。だからそれのために今まで全く縁がなかったことを学んでみましょうみたいなのがリスキリングなのかなと思うんですけどね。うん、確かにね10代の頃に8090の時に何をやろうかなんてことを考えて準備しないでしょ。50過ぎるからリアリティを持って考えるわけですよ。 まあそれにしてもね、もしかしたらその時が来たらまた別のものになってるかもしれませんけどね。とりあえず、今はこうやってあの、情報発信をする術が手に入りましたんでね。遅、うん、まきながら。まあ、これはだからどこまで行っても使いたいなと思いますけどね。はい、ということで、いたして